毎週木曜日は長崎市の話題をお伝えします知っとく長崎です。今回は4月からさらにパワーアップしますコミュニティバスランランについてなどお送りしていきます。スタジオには長崎市交通企画課の久保田さんと堀川さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはランランについて久保田さんにお話を伺いたいと思うんですが、ランランは市民の足としてはもちろんですが観光の面でも大活躍ですよね。はい、ランランは中心市街地に点在する公共施設や商業施設へのアクセスを強化し、市民の皆様や市内を訪れる観光客の利便性の向上と中心市街地の活性化を主な目的として運行しております。このランランは平成12年2月からの運行を開始いたしましたので、今年で11年目の運行となります。はい、皆さんからも、ご好評をいただいております。ちなみにこのランランの名前ですが、市民の皆様から公募で決定したことから覚えやすく馴染みやすい名前となりました。はい、もう車体もとっても可愛いですもんね。はい、バスは、青、赤それぞれ2台ずつ計4台ございますが、異国情緒あふれる長崎と関わりが強い中国と西洋をコンセプトとして、赤は、中国風、青は洋館風をイメージした作りとなっております。なるほど。都心部循環バスということで、まさに長崎の街の中をぐるぐる巡っていてとっても便利ですよね。はい、現在は長崎駅前を起点として、長崎県美術館、長崎新地ターミナル、浜の町、総福寺前、市役所前、長崎歴史文化博物館を経由して終点長崎駅前まで半時計回りでのルートを運行しております。これまで多方面からランランの有効活用を求められる声が多く寄せられておりましたので、関係部局と協議を行った結果、4月から利用者の声に応えるように1年間の実証運行という形でルートを改善することにいたしました。まさに利用者の声に応えてルートを改良するということなんですが、実際どのように変わるのか今日は詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、ルートが2つになるということで、まずは青ルートからお送りしたいと思いますが、今まで通りの半時計回りのコースなんですよね。はい、まず南山手グラバー園下を起終点といたしまして、はい、総福寺前、市役所前、長崎歴史文化博物館、長崎駅前、長崎美術館、南山手グラバー園下までを循環いたします。こちらについては主に青色のバスが走ります。はい、この青色のルート実際にゆっくり見ていきたいなと思うんですが、まずその出発点というのがグラバー園下、南山手からということで、これは大きく変わりますね。はい、グラバー園にですね、アクセスが、可能にした、設定にいたしました。はい、そして進んでいきますと長崎新地中華街ということで、この行く道には、孔子廟も近くにありますので大変便利かなと思います。そしてぐーっとまた上がっていきますと、まさに中心部西浜の町であったり浜の町にも泊まりますので、長崎町中龍馬館近いですよね。さあ、そして四庵橋や丸山界隈にも泊まるんですよね。はい、こちら、四庵橋丸山ではですね、そちらで下車していただいて、丸山公園にできた龍馬像など、見ることができます。はい、ここも今もう龍馬ブームと言われていますので、龍馬にまつわるコースを街歩きする人なんかにとってはとっても便利なんじゃないかなと思います。さあ、そして四庵橋丸山界隈出ますと総福寺前を通って梶屋町を通ります。寺町通りにも近いですね。そして元古川町に行きますと、ここはメガネ橋がすぐ近くということになります。そして中央公園前、光前町、光前町には長崎市立図書館もありますね。そして長崎市役所前、さらには長崎歴史文化博物館、これはもう館内まで入っていくんですよね。はい、こちらには、バス停は駐車場内にありまして、すぐアクセスができるようになっております。はい、今龍馬伝館もありますので、ドラマ館を楽しむ方には非常に便利なのではないでしょうか。そして歴史文化博物館を出ますと長崎駅前を回りまして大鳩で
ですね、夢サイトや出島ワーフにもすぐ近いです。そして長崎県美術館もありますね。美術館前でも泊まります。そしてまたグラバー園の下、南山手に戻ってくるという、ご覧のような青ルートのコース、まあ、今までよりもさらに便利になるのかなという感じがいたしますね。青ルートのおさらいをしてみたいと思いますが、はい、ご覧の通りです。浜の町市役所経由の青ルートです。大変便利ですよね、はい。さあ、そして今回新しく加わるルートが時計回り、ちょうど逆回りでちょっと短めのコース、赤ルートということですね。どんなルートですか？はい、こちら時計回りに運行いたしまして、南山手グラバー園下を起終点といたしまして、長崎駅前、長崎歴史文化博物館、メガネ橋、長崎新地中華街、南山手グラバー園下まで巡回いたします。こちらについては主に赤のバスが走るようにいたしております。もう赤いルートは赤のバスが主に走るということで、とっても分かりやすくなってます。コースを改めてご紹介したいと思いますが、起終点は同じくグラバー園下ということで、グラバー園にとっても近い場所からのスタートになります。そしてちょうど逆回りしていきますので、長崎県美術館を通って大波島を通って駅前、長崎駅前に行きますね。もう駅前から乗った人はすぐに次が長崎歴史文化博物館ということですので、龍馬伝館に行きたかったわよという県外の方なんかも早めに着くことができて大変便利ですよね。長崎歴史文化博物館、